水田幸喜です、本日歓迎させてもらいました。もう本当に4時間弱圧倒されっぱなしで、もうこんなスケールの大きい演劇が今日本でやってることがもうすごい感銘を受けましたし、僕ももっともっと頑張らなきゃなと思いました。僕個人的には里石さんとめぐさんとあと私は優也くんが知り合いだったので、その3人に注目しながら、里石さんがもうなんだか僕が知ってる時より若返ったんじゃないかというぐらいパワフルで、なんか心配するっていうよりもさすがだなっていう風な意見がまず一番最初に出ました。このマクベスの話をこうやってメタルマクベスとしてもう新幹線の皆さんが作り、新たな彩りをねやって、この戯曲をこんなに飽きずにずっと長く感じることもなく、見させてもらったのは本当にさすがの一言でした。本当に素敵なメタルマクベス、ありがとうございました。